きちんとやって、今囚われている。お父さん、それを救い出す、そんなことに力を注いでいきたいというふうに思います。それでですね、ここでシップレヒコールいっぱいありましたけども、私も関連に向かって、一言大きく声を上げたいというふうに思います。ベッドはお父さんの命を救え。憲法9条を守れ。安倍首相は憲法に従って選挙を行え。安倍首相は憲法に従って政治を行え。ありがとうございます。皆さん一緒に頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。続きまして、レゲエ DJ のカエピンテチさん、よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はかなりハードです。午前10時から辺野古のヒューマンチェーンで用意できました。でですね、この問題に関して私が何より恐ろしいのは、もちろん人質の方の安否もそうなんですけど、そして人質の方を、これ殺害予告が出てから騒がれましたけど、何ヶ月も前から拘束されてたわけじゃないですか。ずっと見殺しにしてたんですよ。でもちろんこのことも恐ろしいんですけど、私が一番恐ろしいと思ってるのは、この2人の命、この2人の血の礎のもとに自衛隊海外派兵っていう、その道筋を便乗して乗っけようとしてることですよ。全く恥知らずだと思いませんか。テロとの戦い、私はこの言葉が何より嫌いです。この言葉が飛び交ってる今が我慢ならないです。テロとの戦いは貧困との戦いであり、差別との戦いであり、テロとの戦いはテロリストを殺害することでは収束しません。これはもう2001年9月11日以降の世界で我々は懲りているはずでしょうが、安倍晋三は過去に学べよ、遠い過去じゃないよ、たかが10年少しの話じゃないか。過去じゃないよね。もうろくに証拠も出さずに、ビンラディンのせいだ、そしてアフガニスタンにビンラディンがいる、さあ空爆だ、多くのタリバン兵が死んだ、アルカイダの活動家が死んだ、活動家じゃないや、構成員が死んだ、それでテロなくなりましたが増える一方でしょう。はっきり言いましょう、おとついイギリスはロンドンでイスラム国対策、しかも武力攻撃に関して話し合う有志国の会議が開かれてましたよ。でイスラム国についてゲリラ戦を繰り返す、住民殺害を繰り返す集団と位置づけてました。どうですか、これ何かに当てはまりませんか。すぐ思い浮かぶのがイスラエルですよ。大規模攻撃を繰り返す、住民殺害を繰り返す、イスラエルをどうにかしようっていう、そんな真面目な会議開かれましたか。フランスのパリにおいてテロに怒った市民がフランスにおいて何百万人集まりました。ガザ攻撃の時に何十万人集まったのは確かにあの国の良心を示していますが、それにも増して自国が襲われた時には何百万人、世界はこの不公平に怒ってるんじゃないのか。この不公平をなくさない限りテロはなくならないよ。不公平をなくすこと、これがテロの戦いなんだ。安倍晋三、目を覚ませ、スプレヒコール、安倍晋三は目を覚ませ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 、テロとの戦い間違うな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 、貧困と戦え、貧困と戦え、差別と戦え、差別と戦え、格差と戦え。
も副党首の福島みずほさんが駆けつけてくださいました、スピーチをお願いしたいと思います。社民党の副党首の福島みずほさんです。よろしくお願いします。皆さんこんばんは、参議院議員の社民党福島みずほです。一人の方が殺害されて、湯川さんが殺害されて、本当に胸が潰れるような思いがしています。今日ここに来たのはとにかくもう一人の人質の人を釈放してくれ、そのことを、日本の一人の国会議員として一人の国民として何とか伝えたい、そう思ってきました。みんなの声が何とか届くようにそう思っています。テロとの戦いを始めてはならない。テロとの戦いをアメリカがやると始めて、むしろ状況は憎悪と復讐の連鎖が始まっています。戦争が悪化しています。日本がそんなテロとの戦いに加担をして共に世界で戦うこと、その立場に立つことは日本として間違っている、そう思います。皆さんどうでしょうか。だから私たちは日本国憲法を持ち、そして憎悪と復讐ではなくテロとの戦いで相手をやっつけて爆破してというのではなく、まさに私たちは彼らの敵ではないということを示していきたい、そう思っています。もちろんテロには反対です。人質を確保することや殺害やそのやり方は全く卑劣で、それはおかしいです。でもその前にあるたくさんの戦争や、そしてアメリカのシリアやイラクに対する爆撃、そのテロとの戦いがここまで泥沼化したというふうにも言えるのではないでしょうか。ですから私たちはこれからそういうテロとの戦いではなく、その大元紛争を解決すること、そして私たちはその多くのイスラムの人たちの敵ではない、私たちは何とか和解を望んでいる、そしてどうか人質を釈放してほしい、そのことを訴えていきたい、そう思います。10年前高藤さんたちが拘束をされた時、アルジャジーラなどに多くのみんなと出演をして何とか釈放してもらいました。その当時に比べて状況はより複雑になっています。でも思いは変わりません。私たちはテロとの戦いに加担するのではなく、そうではなく何とか和平を作りたい、憎悪と復讐の連鎖を断ち切る道はあるはずだ、そしてそのために国会もそして私たちも努力する、そう言いたいと思います。そのためにできることをできるだけやっていく、そのことのために努力をしたい、そう思っています。一緒に力を合わせて私たちのメッセージが何とか伝わるように頑張っていきたい、そう思います。ありがとうございます。福島みずほさんありがとうございました。ここで、スプレーコールを挟んでいきたいと思います。ちょうど10年前香田翔生さんや高藤さんたちが拘束され、香田翔生さんは殺されてしまいました。当時私は中学生だったんですけれども、いても立ってもいられず、ちょうどここに来て、コールを上げていたことを、常々今日は思い出して、何としてでも後藤健二さんを救いたい、何としてでも後藤健二さんを救いたい、そう思っていても立ってもいられず今日の行動をやろうと思いました。安倍首相聞こえますか、私たちの声聞こえますか、私たちも全力で声を上げていきましょう。プレコール、安倍首相は後藤健二さんの訴えに応えよう。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 安倍首相は後藤さんを見殺しにするな。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 武力で平和は作れない。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 
命が大事。戦争反対。戦争反対。憲法守れ。憲法守れ。救助守れ。救助守れ。後藤さんの命を救え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 。見殺しするな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 。政府の責任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 。後藤さんの命を救え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 。見殺しするな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 。後藤さんの命を救え。後藤さんの命を救え。見殺しするな。見殺しするな。政府の責任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 。戦争反対。戦争反対。命が大事。命が大事。戦争反対。戦争反対。救助守れ。救助守れ。戦争反対。戦争反対。命が大事。命が大事。後藤さんの命を救え。後藤さんの命を救え。見殺しするな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 。政府の責任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 。スプレイコール。安倍首相は後藤さんを見殺しにするな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 。安倍首相は後藤健二さんの訴えに答えよう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 。武力で平和は作れない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 。安倍首相は平和憲法を守れ。安倍首相は平和憲法を守れ。安倍首相は平和憲法に従え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 。安倍首相は後藤健二さんの訴えに答えよう。安倍首相は後藤健二さんの訴えに答えよう。安倍首相は後藤健二さんを見殺しにするな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 。集団的自衛権反対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 。武力で平和は作れない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 。ありがとうございます。スピーチに移りたいと思います。すいません、名乗り忘れました。司会とコールを今日担当しています、許すな憲法改悪市民連絡会の菱山那覇子です。すいません、よろしくお願いします。続きまして、今日皆さんも行かれた方もいらっしゃると思います。私も青い服を着ているんですけれども、今日、国会周辺を辺野古に基地は作らせない、1.25 国会ヒューマンチェーンの、実行委員会の方から、今日の報告も含めて発言をお願いしたいと思います。園亮太さんです。よろしくお願いします。皆さんお疲れ様です。昼間の行動から連続して参加されている方もたくさんいると思います。本当に昼間お疲れ様でした。7500人もの人が集まって大成功しました。国会を包囲することができました。ありがとうございました。その後海上保安庁と警察庁に辺野古での弾圧と暴力をやめろと抗議をしてからこちらに駆けつけました。皆さん、日本が対テロ戦争にのめり込んでいって真っ先に標的になるのは間違いなく沖縄だと思います。911の直後、
沖縄では修学旅行のキャンセルが相次ぎました。そして米軍の兵士はなんと基地の外に向けて、つまり住民に向けてマシンガンを構えていました。これが沖縄の、そして戦争をするということの現実です。そういったことをここにいる人たちはどう思っているんでしょうか。自分たちは何もされない、戦場ジャーナリストや沖縄の市民が真っ先に危険にさらされる、政策を決めている政治家たちはその危険から逃れて、あるいは自衛隊を海外に出したい大企業のトップたちは危険な場所には行かずに、アルジェリアで誘拐された人のように末端の社員が危険にさらすようなことをさせている、こういう不平等な図式の上にあるということを許すわけにはいかないと思います。沖縄の人たちは基地を止めるために戦っています。それは自分たちの基地をなくして平和を作るとともに、自分たちが加害者にはならない。米軍が沖縄から飛び立ってアフガンやイラクに爆撃をすることも反対をするという取り組みがなされています。問題はつながっています。今私たち自身も加害者にはならない、自衛隊を海外に出さない、そしてそれによる報復も受けないようにするという最大限の取り組みが今こそ求められていると思います。沖縄で長年言われてきたムチドゥ宝、命こそ宝、これが何よりも求められています。フランスで仲間から報告が来ています。まるで国家主義に一直線に向かうように、やり返せやり返せ、テロとの戦争、その大合唱が始まっています。私たちが同じ道を歩んではいけません。911の直後からイラク戦争までの同じ道のりを歩んではいけません。今が歴史の分岐点です。皆さん、2004年、ここに2000人もの人が集まって自衛隊の撤退を訴えました。私も初めてデモに参加したのは報復攻撃に反対するピースウォークでした。今こそそういう動きをみんなで作っていきましょう。沖縄の命こそ宝の戦いとつながって、世界中で戦争に反対する仲間とつながって、報復攻撃を止める、テロとの戦争を止める、そして武力に訴える勢力が育たないような土壌を作り、世界の不平等を私たちが各国を踏みにじる政策をなくしていくために共に頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました、今日も、昼間から参加された方はたくさんいらっしゃると思います、続きましてバスストップから基地ストップの会の、京極さん、よろしくお願いします。こんにちは、私も今日昼間から参加しました、神奈川県、相模原市と座間市にまたがって、キャンプ座間という米軍の基地がありますけれども、そこで毎週水曜日、そして第3土曜日にデモをしています。デモは100回を超えてしまいました。それで、私も今日本当に昼間は成功してよかったなというふうに思っていますけれども、今2人の人質のうちの1人の方が、命を奪われたということを聞いて、いても立ってもいられないという気持ちで、今日夜こういう行動があってよかったなと思って参加をしました。思いますけれども、この間この事件の前にフランスのシャルリーエブドの襲撃事件というのがありましたけれども、やっぱりフランスっていうのは戦争をしている国です。でそのことによってこういう事件が起こり、そしてまたオランド大統領はそれに対する、報復というかテロには屈しないみたいな形で戦争体制を強化しているわけで、とってもこういうやり方っていうのは怖いというふうに思っています。で今ネットの中では、例えば2人の人たちに対する自己責任みたいな話が出ているようなんですけれども、でもやっぱり今回のことっていうのは、はっきり言って安倍首相がやっぱり中東に行って2億ドルを、テロ対策として出しますよということによって引き起こされているわけだから、自己責任なんていうのは絶対おかしいわけで、国のその責任を取らされる形で2人の人たちっていうのが今拘束されたっていうふうに思うんですね。そのことを棚に上げて、
今その安倍首相なり政府の人たちが言っている発言っていうのはとっても許せないなというふうに思っています。できることがあるのにやらないっていうことは絶対許されないというふうに思います。で、私たち今、ゾマでいろんな取り組みをしているわけですけれども、その最初っていうのは米軍再編の中で米軍の在地軍団司令部というのがザマにやってくるというところが出発点でした。で結局司令部本体は来なかったわけですけれども、逆に言うと今、自衛隊の、中央即応司令部というのがやってきて、米軍の陸軍とそれから陸上自衛隊の本部というのがザマの中で一緒にやる体制というのを作っています。で自衛隊は今横須賀では、海上自衛隊とそれから、米軍の海兵隊、が、米海軍ですねが一緒にやる体制ができているし、それから、横田東京の横田では空軍とそれから空軍とそれから、その自衛隊の、その空軍部隊が一緒にやる体制を取っていて、要するにもう陸海、空の軍隊が自衛隊と米軍というのが一緒にやる体制というのが作られていて、それが日本の中でもう準備されているということだというふうに思っています。だから戦争をやっていくというのはもうすごくこう私たちの日常が脅かされるというか、こういうことっていうのがどんどん起こってくる、そういう体制になっているのかなというふうに思います。ちょっと前にイスラム国に日本の大学生が行くっていう話がありましたけど、あれなんかもう戦争をやるっていうことに対してのハードルっていうのがどんどん下がっていく、そういうことなんじゃないかなというふうに思います。ということでやっぱり去年のその集団的自衛権の閣議決定ですけれども、これから、明日から始まる国会の中で、新しいその安保法制化っていうのが出てくるというふうに思いますけれども、戦争をしていく体制をどんどん日本政府が取っていくということの中で、私たち今まで思ってた以上にこう時代を画するっていうか、この新しいこの1年やっぱりなんかこう命がけでやらないと自分たちのこう命とか生活とかっていうのも守れなくなるのかなという、そういう気持ちでいます。先ほど園さんが沖縄の話をしましたけれども、沖縄が今日本の中で最前線で非暴力の戦いというのをやっていますけれども、その住民の人たちに対しても日本政府というのは力ずくで暴力でもってその基地を作るための行動というのを日常的にやっているわけですよね。そういうこともこう見捨ててはいけないというか見過ごしてはいけない、私たちがこうのんびり生活しているような状況ではないんだということを、今もう一回皆さんと一緒に考えながら、日々明日からもやっていかないといけないのかなというふうに思います。一緒にやっていきます。どうもありがとうございました。続きまして、ユースな憲法改悪市民連絡会の高田健より今後の行動提起の方を、お願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、今日の行動最後にもう一度シプレッコードをやりますけれども、これからのことについて少し申し上げたいと思います。今話がありましたように明日から通常国会が始まります。今日福島さんおいでいただいてますけれども、私たちは明日からの通常国会の期間、国会の中で頑張っている国会議員の皆さんと国会の外の市民が連携をして、この安倍首相の責任を追及し、何としても後藤健二さんを救出する、そういう世論を高め、私たちの手にこの後藤さんが日本に戻ってこれるような、そうした運動を強めなければいけないと思います。国会が始まって最初の日から様々な反戦平和の行動や秘密法に反対する行動などが予定されています。これらの一連の行動を断固として成功させる中で、その中で後藤さんの問題もしっかりと主張し、安倍首相に対して要求を続け、何としても後藤さんを生きてこの日本に帰らせるようにしたいと思います。皆さん、今日はおそらく安倍首相は首相公邸にいるはずです。私たちの今日の行動、日曜日であるにもかかわらず、これだけ市民の人たちが本当に緊急に集まった。
11時ですよ、ツイッターを発信したのは。11時にツイッターを発信した。労働組合とか政党とかそういう大きな組織が何にもない市民がツイッターで集まってきてるんですよ。これだけ、これだけ多くの人が本当に後藤さんを心配し、安倍首相に文句を言いたい、安倍首相の責任で何とかしろ、それを言いたいという気持ちの今日は集まりです。私たちの意思を安倍首相は絶対に聞き入れなければいけないと思うんです。あそこにいる安倍首相は必ず全力を挙げて平和的な手段を通して後藤健二さんを連れ戻す、この責任があるということをもう一度言いたいと思います。そして明日からですけれども、実は昼間さまざまな行動があった後、6時半からあの国会議員会館の前を中心に、集団的自衛権に反対し、そして戦争法制に反対し、派兵恒久法に反対する、そういう行動があります。ちょっと天気がもしかしたら悪いかもしれません、心配なんですが、6時半から7時半までありますので、これに皆さんぜひ結集してください。実はこの集会というのは本当に画期的な集会なんです。緊急ですから人数の問題ではないんです。この訴えをしている団体です。戦争させない、球場を壊すな、総掛かり行動実行委員会という昨年末初めてできたこの団体が明日呼びかけます。この団体は何だかというと、戦争させない専任委員会というネットワークがあります。それから憲法9条破壊を許さないという実行委員会があります。それから憲法共同センターというネットワークがあります。それぞれ様々な歴史があって、それぞれに大きなネットワークを作って別々に行動してきたグループです。それらが昨年の一連の集団的自衛権に反対する運動を通じて、多少の違いとかそういうことにこだわっている時期ではない。今安倍内閣を何としても引きずり下ろすために、意見の違いを超えて大きく団結しようではないか、そういうことで作られた実行委員会なんです。ここ何十年来私は初めての試みだと思っています。いよいよ私たちの運動もこういうところまで来ました。大きく団結をすれば市民個人でも参加できるんです。私はどの流れに行ったらいいだろうかなんてことを悩まなくていいわけです。みんな志を持っている者は共同でやっているあそこに行こうっていうふうに言えるわけです。団体に所属している人も所属してない人も、個人も労働組合の人も、いろんな民主団体の人もみんな一緒になって、安倍政権を引きずり下ろすために戦う、そういう舞台装置ができたんです。今年の通常国会において、この総掛かり行動実行委員会は全力を挙げて国会闘争を阻止する予定です。皆さんこれに応えてください。そしてもう一つだけ例を挙げます。5月3日憲法記念日の集会です。今まではこの憲法記念日の集会もそれぞれの流れがあって、東京でも憲法の集会なのに2つやられてたんです。同じく憲法守れという集会が2つやられてた。この十何年間そうなんです。私もこれが何とか一緒にならないものかと思ってきました。皆さん今年の憲法集会は別々にはやりません。共同してやります。それだけではありません。憲法改悪に反対する人も、原発に反対する人も、貧困に反対する人も、差別に反対する人も、沖縄の基地建設に反対する人も、これらはみんな憲法問題だ。だから5月3日の憲法集会は、これらの人がみんな集まって実行委員会を作ろうという、そういう大変画期的な話になっています。場所がないんです。1万人2万人3万人という集まる場所がこの東京にはない。非常に不当なことなんです。私たちはせいぜいこの国会の周りに集まるしかない。集会がやれない。それで今準備をしているのは、横浜の、
臨港公園というのがあります。ここには2万人3万人集まれます。この全ての団体が大団結した憲法集会5月3日、なんとかこの会場が許可になるかどうか今ギリギリのところでこれに決定しているわけではないんですけれども、その大きな公園横浜に行ってでも統一した大きな憲法集会をやりたいというふうに思っています。皆さん今年はこういうふうに思いを同じくする者がみんな手を取り合ってこの後藤健二さんを奪還することも含めてお互いに違いを乗り越えて大きく団結した運動を作ろうじゃないですか。このいろいろ違いがあったら市民が声を上げてそういうことを言ってる時期ではない、みんな団結してやれという要求を私たち市民がいろんな人々に訴えましょうよ。そしてこの流れを大きくして何としても安倍政権諸悪の根源でこれを打倒する、これをやらなければ解決しません。これを何としてもやり抜きたいと思います。今日は寒い中緊急に集まっていただいて本当にありがとうございます。これからも一緒に頑張りましょう。最後にコールをやりたいと思います。それではちょっと寒くなってきました。最後のコールを行いたいと思います。先ほど高田さんも言われたように11時に私たち2人でツイッターをやったんです。それがわーっと広まって次々と賛同してくれるという方が増えて、これだけの方が今日11時に呼びかけて集まってきたんです。当初は10人でもやろうという話だったんです。今日200人の方が集まりました。ここにありがとうございます。皆さん力を合わせて後藤健二さんを奪還、そしてこの戦争法案絶対に立ちはだかりストップさせていきましょう。それでは最後にショートコールの方を行っていきたいと思います。後藤さんの命を救え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 。政府の責任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 。見殺しするな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 。後藤さんの命を救え。後藤さんの命を救え。見殺しするな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 。政府の責任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 。戦争反対。戦争反対。命が大事。命
危ない核、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 早く潰さないと、危ない信号は、危ない信号は、安倍信号は、取り替えないと。ありがとうございました。